7月3日水曜日、あの芸能三郷地域の中学校3校が将来的に部活動を合同で行うことが可能かを検証する合同練習会を行いました。津市内の中学校では少子化などの影響で部活動の廃部が相次いでいて、中学校に入学しても希望の部活動が存在しないケースや、人数不足で他の中学校と合同チームを組まないと大会に出場できないケースなどがあります。あの地域の総合型地域スポーツクラブ NPO 法人あのスポーツクラブは、東関中学校、芸能中学校、三郷の丘学園の3校が将来的に普段から一緒に練習を行い、一つのチームとして大会に参加することを目標に、今年度、京ヶ峰クラブプロジェクトを立ち上げました。東関中学校というのが旧の阿能町の中の中学校であるんですけれども、もう10年前と比べると生徒さんの数が、まあ、半分とは言いませんけど相当減ってきて、正直毎年、今年はサッカー部が人数1人やで来年潰れるかな、今年は野球部が2人しかおらんから来年潰れるかなっていう、すごくこう部活動の種目を維持するっていうのが大変な状況になってます。で、芸能中学校はもう元々そんなに大きい学校じゃないですから、種目が7つしかありません。で、三郷は4つしかありません。中学校入った時に部活動っていうのは一つの楽しみだと思うんですけれど、やりたい部活動がない、あるいはなくなっちゃった、津市の他の地域ではサッカー部がなくなったりとかっていうことが起きているので、そういった事態が なるべくこう起きないような仕組みを考えられないかなと思って、今回の企画を進めています。この日は実際に合同で部活動を行った時の問題点などを検証する合同練習会が行われ、東関中学校と芸能中学校の卓球部が参加しました。参加した生徒たちは他校の生徒とペアを組んで練習を行ったり、試合を行うなどして汗を流していました。練習試合以外はこういうのは初めてです。もうとてもありがたいし、こういう機会が増えていいと思います。いつもより違うメンバーで卓球できたので楽しかったです。いつも僕含め5人でやってて1人余るから、1人だけずっとサブ練習をしなきゃいけないっていうのが困ります。みんなと試合できて楽しかったです。いつもと違う人たちと練習できてよかったです。学校以外でも関わりが増えると思うのでいいと思います。普段は、十数人でやってます。少ないと限られるんで、やる人が、こういう機会を作ってもらえるととても交流ができて嬉しいです。まだやったことない人とやれたんで、やってみて自分の苦手な部分が出てきたんで、しっかりそこを部活で直して夏の大会に備えれたらいいなと思います。こうやって授業が動き出すと、こう関心を持ってくださる方、市の教育委員会、県の教育委員会含めてマスコミも来てくれてますし、やっぱり関心はあるのかなと。皆さん、正解っていうのがないことだと思うんですよね。部活動の地域移行って現時点で、どういう形にするのが正解っていうのはないと思うんですけど、やっぱりみんな事例を知りたがっていると思うし、それが僕たちが動くことが何かの参考になればいいなと、そんなふうには思っています。部活動の存続に向けた合同練習会は今年度中に5回実施される予定で、次回は8月26日にバレーボールと軟式野球が予定されているということです。